ヒロ自体のやっぱ声質はすごい変化しているなっていうのはやっぱメンバーでも感じるし、まあ、楽曲の変化は僕はここ数年間が一番変化してるのかなっていうふうには感じますね。やっぱそのバンドでやっぱ激しい曲をやってたんですけど、数年前だったら考えられないなっていう楽曲を今やってたりするので、そういう進化はしているかなというのは個人的に思います、うん、はい、どういう人それはもう応援してくれてるファンの皆さんのおかげです。綺麗綺麗な綺麗な言葉。もちろんでもスタッフの、ね、皆さん支えてくれてる皆さんとかもそうですけど、やっぱ一番はライブね来てくれてるファンの皆さん、曲を聴いてくれてる人たちがいたから僕らがいたかなっていう思いはあります。その前にメンバーだろ、欲しがりだなまあでももちろんもちろん、ありがとうございました。どうぞどうぞ気持ちよくねえよまあでもメンバーもそうです、はい、なんと10年前僕いないっすまあでも、まあ、いやだから当時に向けて、当時の自分に向けて僕は5年前に加入してるんで、まあ、10年前の自分に言いたいこととしては、10年後マイパスでドラム叩いてるぞっていうことをやっぱ言いたいです、ね、言いたいです、はい、10年後に向けては何か。いや、その子は…それはみんなそうだよ。だって俺が10年前いないから、10年後もいないから。10年前に戻ってるかも。10年前に戻ってるんだったらいないじゃん、俺。余命を。長く長く。そうだね。延命措置を取れていればいいなというか、まあ10年後も長くバンドできてればなと。バラエティなどでヒロさんの活躍を活躍はしてないですけどね活躍はしてないです。わくは芸人ですからねそのあの彼は本当にプライベートからやっぱしゃべりが面白くて、僕らはあのステージ上でも面白いと思ってるんですけど、やっぱ面白いんで、それが世間の皆さんに知っていただいて俺は嬉しいと思ってます。バカにしない、そんな面白さ、やっと活躍ができる場所ですか。そう、場所がなかっただけで。何や、誰が場所がなかったずっとこの技術はバンドやよじゃあ、本当にそっちの道でもやっぱ活躍してほしいなとは思ってたんで、うん、すげえ嬉しいです。はい、のぶさん、いかがですか。まあ、嬉しいんじゃないかねそうだよ、誰なんだお前は知らない人いたな。そうっすね、僕らはやっぱ東京ドームを目指してやっているバンドなので、やっぱそこにでライブすることをやっぱ目標にして今後も頑張っていきたいなというのは思います。うちの楽曲にお二人、ボーカルのお二人を招いて、うちの不可逆リプレイスという曲を、まだ言い慣れてないか、不可逆リプレイスを一緒に歌っていただきました楽しかったですね。いや楽しかったし、あとうちのボーカルってやっぱキーがめっちゃ高いんで、そのキーをお二人が出されててちょっとびっくりしました、ね、はい、やっぱあの俺は個人的にはあの瀬取りのできる、その前もってできる時間、そんなに早くやっぱ決まってるんだっていう衝撃は受けました。やっぱうちが結構ギリギリで、まあその当日とかもあったりとか、まあそれはうちのスタイルなんですけど、まあ、それはちょっと衝撃を受けました。やっぱそれぐらい前から作ってるんだなっていう、まあもう前もってできるように、まあ土台は仕事せるようにちょっと頑張ろうかなと思います。頑張れよ頑張れでもお前当日帰るんだろう